困りますね、精一杯だったので、一つとは言えない,いしません<結> <laughs> 映画の注目してほしいところや、あと撮影での思い出などありましたら、伺ってまいります。まず米倉さん、印象に残ってること、ありますか困りますね、毎日毎日、精一杯だったので、一つとは言えない、無理、気がしません。<結> <laughs> <laughs> 嬉しい <laughs> でも結構いろんな場所で撮影をされていろんな場所も撮影しましたし、うん、やっぱりこうやってあのみんなと再会できたことが、うん、とにかくあの私としては嬉しいことだったんだと思うのでシーンはねもうね比べられないんですえなんて言ったらいいんだろうえねえ。 皆さんもでもある思い出がこうやっぱりあって映画になるよってなったけど今までとあまりにも変わらずにえっとそこに存在していたんですよ役者さんたちが。それはなんでなんだろうって思ってたんですけどやっぱり12年ってすごく歴史重みがあるんだなっていうことで染み込んでるんですよね、皆さん。役が体に だからえっと前室でみんなで仲良く話をしていても現場に入ればやっぱりその役で何年ぐらいあったんですよね,すよね映画まで撮るまでに本当に昨日まで撮影してたことのように、うん、こうリズムが出来上がるっていうか。ねうん あの支え合うっててていう絆が本当にあるなって感じすね。僕はやっぱり毎回映画だけではなくてドラマもそうなんですけどやっぱりあの米倉さんの「私失敗しないので」があのごめんなさい視聴者の皆さんよりも一番近距離で見れてる ですよね、でやっぱり僕が一番心動く瞬間っていうのは「あの私失敗しないのでを」を目の前で見てる瞬間でその瞬間っていうのは12年経ってもいつもなんか鳥肌が立つような時間で今回もやっぱり印象に残っているのは米倉さんの大門先生が言う「私失敗しないので」で,ですかね。それが一番印象的でです。今今回回も、も、はい、の映画 鳥肌、そうですね、だから、まあ、出てるんです、一応。あはい、ご出演されてます、ね。<laughs>